アナスタシア・チェボタリョーワは,は、ロシアのバイオリニスト。1972年、オデッサ生まれ。モスクワ中央音楽学校を経て、モスクワ音楽院に学び、動員修士課程を修了した。2004年に、ロシア功労芸術家の称号を授与されている。1972年、オデッサ生まれ。5歳の時からバイオリンを始め、8歳から、イリーナ・ボチコ場バに指示する。 1989年、パガニーニ国際コンクールで第4位に入賞し、1991年、モスクワ中央音楽学校を卒業した。同年のユペントス国際音楽祭においても入賞し、1992年のロドルフォリピツァ賞バイオリンコンクールで優勝、1994年の第10回チャイコフスキー国際コンクールのバイオリン部門で、 最高位を獲得した。ヤン・ケレイビジ・アコーガン、トレチャコフ、ムローバ・トーキン音楽史に燦然と輝く演奏家を数多く輩出したヤンポリスキーの流派に属する。世界各地でソリストとしてオーケストラと共演するほか、リサイタルなどで活動している。日本ではテレビドラマに出演した。1999年にモスクワ音楽院の助教授に就任するなど、 かなり早い時期から教育活動に取り組んでいる。これに関し、本人はインタビューの中で全世代から受け継いだ双方を次世代に引き継ぐことはソビエト連邦の崩壊という時代の移行期に属する私のような人間にとっては特に重要な責務であると語っている。一時期、倉敷作用大学で特任教授を務めていた。ありがとうございます。